天皇杯4回戦 G 大阪3の二勝男、2024年8月21日パナスタ、時間の経過とともにエリアを飛び出してボールを触る回数が増えた。いや、増やした。G 大阪ゴールキーパー一森順は、その意図を明かす。DF ラインを上げられるように俺がしっかりとカバーした。相手にスペースを与えないようにコンパクトにした上で、 俺が勇気を持って前に出ないといけないなという気持ちでした。DF ラインを形成する中谷慎之助らと相談したわけではない。自陣の広大なスペースは俺が守る。自らの判断でチーム全体に、前線から圧力をかけ続ける、というメッセージを伝えた。今日は本当に疲れる試合だった。数多く処理したけど、それ以外のところでもかなり消耗させられた。 めちゃくちゃ怖かったけどリスクを認識しながら前に飛び出したりしてできた。二失点は反省したものの、その表情は充実感に満ちていた。